これで分かったでしょう。今の私はあなたたちでは止められない。多少の手違いがあったとはいえ、本当にあなたたちにはいくら感謝してもしきれません。マキをこちらまでお届けいただき、さらにその脅威となるハスカリヌの父まで一緒に、本当にありがとうございました。今後は私が責任を持ってお預かりします。これでようやくマキを献上できる。ミーメル、なんで。ごめんなさい。私は戻らなくちゃいけないんです。みんなと一緒に過ごした時間、本当に楽しかった。どうか私のことは忘れてください。嘘だ、ミーベル、ミーベル。ベルダファードもハスカリヌ様の土も奪われてしまった。僕がミーベルを止められなかったから。それは私たちも同じ気持ちよ。しかし土の製造法が残ったのは幸いでした。そうですね、それさえあればハスカリヌさんの土を作ることはできますから。もしかしてあんたが言ってた夜って、ジジ様も知ってたの？もちろん、言い出したのはスリササズですもの。ですが、スリササズは彼女の存在を黙認し、祝福しました。そっか。何の話かさっぱりなんだけど。いや、やっぱりこうなったかって話。やっぱりこうなったか？うまく説明できないんだけど、ミーメルに最初に会った時、変だなって思ったことがあって、あったんだけど、今日まで放置してたというか。何が変だったんだ？変な名前だなって思ったんだよね。本名の方を、だけどね。名前ですか？そう、名前。ピンとこないかもしれないけど、僕たち術師にとって名前っていうのはとても重要なものでね。簡単に他人に渡してはいけないくらい大切なもんなんだよ。聞いたことはありますが、しかし当に廃れた習慣のはずでは。うん、だからアプリすらやってない。でも僕の親はあのリュレントだから。スリササズが古すぎるのですよ。そっかそっか、なんかあるよなそんな言葉。なんだっけ。名は体を表す。そうそう、それそれで、あいつの本名ってのは。今でこそミーメルって名乗ってるけど、ジークから聞いた名前は違うんだよね。ああ、そういえばそうだな。ずっとミーちゃんミーちゃんって呼んでたから忘れてたな。ミーメリア。これがミーメルの本当の名前。なるほど。
誰が名付けたかは知りたくもありませんが、あまり誇って名乗るのではありませんね。いや、もっとわかりやすく、いきなり確信つく答えが欲しいな、俺。そうですね。今更もったいぶっても仕方ありません。優れた役者。変な、悪趣味な名前だなって思ったわけ。なんで言わなかったんだよ。言えるの？あんたの名前怪しすぎるんです。何企んでるんですかって。言い訳させてもらうと、あの時はこっちもガキだったからね。いろいろと分かってたり、分からなかったりだったんだよ。言えないよ。だって、みーちゃんはみーちゃんだもん。たとえ、どれほど怪しくてもね。みーちゃんと過ごした時間は、無駄じゃないと思いたい。どうして、私はすりささずにも言ってくれなかったのです。あんた秘密にできる人じゃないじゃん。それは。ですが、相談くらいは乗れたかもしれません。そうだったかもね。ごめん。いえ、良いのですよ。レオニス君、どうしますか？追いますよ、もちろん。どうやってです？行き先もわからないし。ミーメルの居場所なら心当たりがあります。ミーメルは魔気を届けると言っていました。なら、それと？なんて言えばいいのか、感じるんです。ミーメルの心というか、そんなものを。苦しくて不安に押しつぶされそうな。多分ミーメルもこんなことしたくなかったはずです。だってあの言葉、助けてって言ってるようにしか聞こえなかった。本当に魂のどっかでつながってんのかもしれないな。そうなのかもしれません。昔迷子になった僕をミーメルは真っ先に見つけてくれました。きっとこんな風に僕を見つけてくれたんだと思う。なら今度は僕がミーメルを探しに行く番です。ミーメルが僕を見つけられるなら、僕にも彼女を見つけられるはずだ。山越えは当分お預けね。じゃ、迎えに行きましょう。私たちのミーメルを。では、ここから先の案内は任せましたよ、レオニス君。